ーラっていうのはなんか当たり外れあるんですよ、絶対。でデッドゾーンはできればない方がいいんですよね。ゼロ、限りなくゼロ、ゼロの方がいい。できればゼロがいい。どうも皆様こんにちは、グリードです。1年ぶりのエペ復帰してから約1週間ぐらい経ちました。でものすごい数の感度の質問をいただいて、いや本当皆さんコメントありがとうございます。まさかね、こんなエペ動画出したらこんな反響あると思わなかったんで、定番の土定番の感動の動画出そうかなと思います。でそれに加えてちょっと僕なりのなんだろう、感動の考え方というか、まあ、COD からのずっと思ってる考え方なんですけど、まあ、それも話したいなと思います。まずね、使ってるコントローラーですね。コントローラーこちらです。はい、Xbox のシリーズ X の白コンです。 Xbox コントローラーですね。僕自身がその昔に、ね、この Halo とか COD とかで Xbox の方でプレイしてて、まあ、そういう理由もあって、まあ、こっちの方が馴染みがあるので僕はこれを使ってます。まあ、非常にいいコントローラーです。もう純正なんで、これは別にパドルも何もついてない普通のコントローラーですね。で持ち方はまあ昔からこれですね。いわゆる黒持ち、モンハン持ちって言われるものになってます。まあこうなるのかな、こういう感じ。ボタン設定等はもう全部デフォルトですね。その黒持ちしてるからデフォルトでやってます。でこの持ち方は、まあ、昔はね、すごくこう昔の COD はなんかバンパージャンパーみたいなボタン設定がなかったんですよね、あの時って。でボタン設定も自由に変えられないから、ジャンプ値とかするには大体みんなこういう持ち方を、ね、しないといけなかったんですけど、この持ち方ってね、正直人によってはできなかったりするので、まあ無理してやる必要はないと思います、これはね。で Xbox のコントローラーといえば、やっぱエペだとヘイロー出身のスナイプダウン、僕もヘイロー出身なんで、やっぱこのコントローラーはね、すごく使いやすいですね。で、次、感度ですね。感度です。感度は、もう、詳細設定でいじらず、もう、デフォルトの44でやって、倍率は55に上げてます。なんでデフォルトの44でやってるかっていうと、詳細設定で設定するのがめんどくさいからですね。まあ、デフォルトの44でそんなにね、COD と違和感はないので、まあ、44でいいかなっていう感じですね。まあ、感度っていうのは本当人それぞれなんで、まあ、正解はないと思うので、参考程度にしてください。で、あとの設定は特に変えてないんですけど、まあ、デッドゾーンだね。やっぱポイントになってくるの。デッドゾーンはなしになってるんですけど、まあ、そのコントローラーの話になってくるんですけど、コントローラーっていうのはなんか、当たり外れあるんですよ、絶対。っていうのはそのスティック部、特にスティック部分。いわゆるスティックがこの軸がちゃんと真ん中にあるかどうかがすごくこの当たり外れがあって、でちょっとずれてるやつっていうのはやっぱちょっと勝手に動いちゃうんですよね。こうよく多分皆さんがよく起きてるスティックドリフトっていう現象なのかな、確かあれ。あれはもうコントローラーによって絶対あるんですよ。ある方がない方が珍しいかな。でデッドゾーンはできればない方がいいんですよね。ゼロ、限りなくゼロ、ゼロの方がいい。できればゼロがいい。でもゼロで動いちゃう場合はちょっとデッドゾーンを増やすみたいな、ちょっと上げるみたいなのを COD でもしてました。でやっぱりデッドゾーンっていうのは入力遅延に直結するので、倒したら反応しない範囲がデッドゾーンなんで、ない方がね反応が早いんですよ。で細かい調整は僕的にはできるっていうか、まあ、僕の 手の感触に関してはそのデッドゾーンゼロの方が使いやすいから、だいたいどのゲームもゼロにするんですけど、のコントローラーによって勝手に動いちゃう、ゼロだと勝手に動いちゃうコントローラーの場合は、この勝手に動かない範囲までデッドゾーンをちょっと上げていくっていう方法を取るしかないのかなっていう。まあでも僕が今使ってるコントローラーは完全な当たりじゃないけど、まあちょこっと動く程度かな。でもまあ真ん中に置いてればそんな動かないし、まあデッドゾーンゼロでも気にならない範囲ですかね。まあ以上になります。まあやっぱりポイントはデッドゾーンなのかな、デッドゾーンの考え方なんですかね。まあ、僕はできればゼロ、限りなくゼロがいいっていうタイプです。はい、まあほんとね、設定とかはもうほんと人それぞれなんで、まあ参考程度にお願いします。というわけで今日の動画は、普通のカジュアルのトリオの試合になります。まあ立ち回りめっちゃガバガバなんですけど、レイス使ってて、そして今ね、まだチャンネル登録、まあ 70% の方がまだ未登録なので、まあ登録していただけるとね、配信とかもしていくのでよろしくお願いします。あ、ハンドガン、ハンドガン、よし、タコ殴りだ、いけ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 、いやー、ざまー。
ざまー、すまんな、武器ガチャ買っちゃって。これがバトロワじゃ。入れません。はい、入れない、入れないです。ちょっとガスおじさん、入れないです。置く位置が逆です。それナイス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 。うん、やっぱちょっとかくってるね。上か。これどこで、これワープ使おうかな。使いどころわかんねえな。あと一発なんです。そこにいる方、あと一発なんです。そこにいる方、あと一発なんです。もうあと8分隊しかいない。あれ逃げていくな。トンネル、作ってみる。やり方合ってっかな、これ。でも帰るんですね、自分で。自分で帰っていく。どこですか？味方超強いんだけど。味方が強い、マジで。なんだこれくれ！うお、なんだこれくれ！これ別地じゃねえ、これ。別地だ。まずいな。どっからだろう。味方は蘇生した方がいいか。OK、こっちやったよ。大丈夫。お、でかい。あ、壊れてる。一回上から起こしていい？おお、すごい来るじゃん。弾欲しいね。あ、上来てる。金ノックか。いやー、ごめん、もう一人厳しいかな。やめてください。真ん中で起こす？真ん中で起こすか。いや、レイス強えな、これ。めちゃくちゃ逃げられるじゃん。やるしかないかな。一人、二人、ワンチャン二人。あ、魚振られてる。魚振られてる。赤か。何チームいるんだろう、この辺。この辺何チームいるんだ。ウルトの使うタイミングいまいちわかんないな。どこで使う、一人で。3人来ちゃうかな。
いや、追いかけてきてる。カバー頼む。マジか。ジブ硬いな。危ない。あー、ラスト1パ来た。いやー、これ逃げらんないかも。これは厳しい。これは厳しいわ。これは厳しいよ。あー、なんかいる。あー、なんか取られてる。味方なんか取ったかな。あ、チャーライ最高。チャーライ最高。あー、 G7 最高。なんだなんだ。いや、もううんちうんちしかないんだけど、フルオート置いてくれよ。ほら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 。そこ？あ、やった！結果オーライ！ああ、ちびった、ちびった。今のはちょっとちびったかもしれん。思ったより、思ったより距離があったんだけど。あれ？別地？え、別地だ。別地だった、これ。あ、すれ違ってます。あ、ジブがいる。ジブ増えて戻るよ。もう一回戻ろう、もう一回戻ろう。ちげえのいた、ちげえのいたな。なあ、ちげえのいたな今。あ、マジか。わあ、飛んでっちゃったよ。これ少ねえな、弾が。やべ、これは逃げらんないか。勝手にやり合ってろ、そこで。漁夫が来るはず、あれ。ほっ、アナザース、ほっ。まだいたのかよ、お前。まだそこにいたの？角にいたの？あなた。相手開けないで、開かないです、ここ。角にいたんだ、あのバンガー。やべえ、キル入ってないとか蘇生されたか。
いやー、追いかけられたか。いい、後ろ来た。別パが後ろから来た。後ろから別パ来ましたね、もうね。いやー。あー、終わったか。全然ポータル使えんかったな。